はい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 、どうもどうもどうも、急いでます、ミッキーです。おはこんばんは皆さん、どうもミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、現在時刻は2021年3月10日1時41分でございます。なんでこんなに急いでるかっていうと、今日はですね、東京ディズニーリゾートのチケットが販売されるんですよ。チケットの争奪戦がまたすごいみたいな話は聞いてたの。でも私ほら、1月も2月も全然何も競うことなくチケットが取れてたから、そうなのみたいな感じだったんだけど、先々週ぐらいかな、見たら本当に全然入れなくて、何このデジャブと思って、あ、なんか懐かしいなみたいな、あ、またこの感じが来たのかみたいな、あ、お帰りみたいな感じになっちゃってたんだけど、まあディズニーね、私ほら3月行ってないから、でも本当だったらまあ毎月1回は行きたいから頭ら辺に行くんだけど、取れなかったから無理だなと思ってて、でそしたらですよ、あのうちの妹がディズニーに行きたいみたいな、もうちょっとこんな感じ、なんか深刻なの、なんかなんかさ、なんかちょっと違うじゃん、なんか本来のディズニーってさ、あーディズニー行きたいなみたいな感じなんだけど、もううちの妹は違うの。いやマジで、いや、うん、いやちょ、ほんと落ち、いやマジマジ、ちょ聞いて、ちょ一回聞いて、ディズニー行きたいんだよ。なんかちょ、めっちゃ深刻みたいな感じになって、ああ私も行きたいよみたいな感じだったんだけど、ちょたこ焼き、あ、なんでたこ焼き持ってるかっていうと、あのお昼食べてなくて、たこ焼き買ってきたから、ちょっとたこ焼き食べながらたこ焼き食べながら、あのちょっとまあちょ喋るんだけど、おいしいな、おいしい。あ、いただきます。すいません、いただきます。うん、これです。今ね、1ヶ月先の1週間分を毎週水曜日の2時に販売してるらしくて。だから、今日売られるチケットは1ヶ月後の1週間なので、4月10日から16日までの分なんですよ。うちの妹は4月11日に誕生日なんですよ。で、だから友達とディズニーに行きたいらしいので、本日ですね、人のためにチケット取るという、ついにそんな優しいディオタになりました。はい、今こちら。はい、こういう画面になっております。これですね、うちの妹の携帯なんですよ。うちの妹の携帯で撮ります。なんでかっていうと、チケット取るじゃん。分配できるんですよ、もちろん。LINE とか、多分まあ、基本 LINE なのかな？なんかメールとかわかんないけど、分配できるんだけども、今回行くのは、私の妹と、その妹の友達なんですよ。だから、LINE とかでね、やっぱ送るとなると、その相手、送り先の LINE まで持ってないと無理だから、私は妹の友達は LINE を知らないから、どうするみたいな話になった時に、じゃあ友達の LINE 教えようかみたいな。いやいや、気まずいみたいになっちゃうじゃん。っていうのなので、だったら、うちの妹はその友達だから LINE を知ってるわけだから、妹のスマホ使って撮ればもういいじゃないか。めんどくさいことはやめようということで、こういう方法で今回、チケットを取ります。うわぁ、どんなんだろうね。はぁ、緊張してきた。もう繋がんないと思う。ちょっと行ってみる？一回行ってみる？はい、もう入れません。もう入れません。2分前とか3分前で、確かもう入った方がいいですよ、みたいな。バケパの時にそうだったの。これもう普通に入れないようになってるかもね。なんか更新、ホームページ更新とかでするかもしれないから。あー、ちょっとどうなんだろう、これ。ここを突破できたら、一発目いけてるんだけど、第一の壁。ここを突破したいですけど、今は多分、無理だと思う。うわー、いけるかな？これさ、Wi-Fi じゃない方がいいとかも聞くじゃん。どうなの？もう来るよ、もう来るよ、もう来るよ、もう来るよ。てかもう来てるんじゃない？もう来てるよ、多分。じゃあアプリで行こう。このまま2時まで耐えろ。あと1分もないと思う。あ、やばい、そのタイミングやばい。いや、そのタイミングやばい。いや、もう入れるって、もう入れるって、もう入れるって、入れるって。ちょ、Wi-Fi 切る、Wi-Fi 切る、わかった、Wi-Fi 切るよ。Wi-Fi 切ったらワンチャンいけるとかね、あるかもしれないから。あ、もう来るよ、もう来るよ。多分もう59分なんてもう来てるみたいな、もう。2時です。お、来たんじゃない？ちょっと待って、来たんじゃない？耐えて、まず第一の壁耐えて。妹来た。今、入って。Wi-Fi、いけ、ほら、日付と人数、日付と人数を、はい。いけ。うちの妹は私の携帯でやってます。耐えて、ミッキー耐えて、ミッキー耐えて、ほら耐えて、ミッキーが、ミッキー、はい、もう14分経ちました。先週とかツイッター見てると90分粘りましたとかさ、それで取れましたとか見てたから、まあ、長いの長くね、根気強くやると取れるっぽいのはわかるんだけど、
まあ、これすごいよね、平日の水曜日の2時だからさ、もうかなり厳選された人しか撮れないよね。とりあえずあのミッキー、跳ねてるミッキー、あれなんて呼ぼうかな、羽ミッキーを1分ぐらい耐えてほしい。あれね、長いこと耐えてるといけたみたいなもんなんですよ。見ててあげるから跳ねてごらん。見ててあげるよ、跳ねてごらん。見ててあげるから。やべやべ、カメラの充電が切れるんで、あ、ダメだ。はい、ということで一度終わりますが、10日罰になった。え、10日罰になったの？11日はあるけど。11日はあんの？どうすんの？撮れたら11日じゃ。うん、はい、分かった。はい、1回ダメ、1回切る。ちょっと待って、メガネが違う。ちょっと待って、来た。今、3時55分でございます。ずーっとやってました、今。じゃ11日でいいって言ってたんで、11日。え、待って、ランドだって言ってたから。うわ、ずっと読み込んでる。今、初めてここまで来たから。今、ずーっとやってたのに、もう、やっとだから。よろしく。撮ってるよ。撮ってるよね。撮ってる。起きてる。あー、売り切れです。今入れたんですよ。12日から16日の平日しかないんですけど。あー。無理でしょ？無理だね。無理だね。無理ね。うわ。はい。マジで。っていうことでした。やば。はい。入れたけど、そこしか空いてない。はーい。はい。以上で。はい。お疲れ様でした。はーい。はい。はい、ということで、やっぱ土日は強いってことですよ。毎週水曜日の2時にあの販売らしいのでね、まあ、あの知ってる方は多いと思うんですけども、あの、撮る際は、あの、気をつけてくださいというか、買えた人はマジでラッキーなんじゃない？無事に撮ってこう、もう、ウェーイってやる動画のつもりだったんですけども、そんなに甘くなかったようです。ってことで、最後まで見てくれてありがとう。それでは、次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。